八代と佐々木のレーダードライバー。 Continue Fight Ready Go! エラジェイ、今夜もいいネタ用意してます。まずはゲストと2人の意外なエピソードから。どうぞ。今日この2人なんですけど、うん、ヤスキーズ、うん、何かこのお二人とお絡みとかある？そうだね、星川とねお前ら動き多いんだよアクティブ落ち着けよ、こいつらアクティブユーザーだからあのね、配信をあのアンケ内心やったのと、あのそれの待ち時間の楽屋でちょっとあのゲームして遊んだ、うん、そう、あの遊び対戦でボコボコにしたんですよ。いや、はい、強いんだ。そうはい、負けてます、俺にこれどっちが本当？ヒットブローでいい勝負してたんだよ。巨人壁から先輩信じてほしかったから。いやこいつ遅れてきてるやつだよ。気になるな。どっちも嘘つくからね。どっちも嘘つくの？ヤシロさんも。いや俺は本当のことしか言わない。手のが嘘ね。あれよ。いろいろとややこしかったこちらの二人、佐々木さんと林道さんの関係も。実はさ、あの、うん、水族館を二人で巡ったことあるよ、ね、おー、うっすら。あー、そうだ。忘れとったんかい。すごい険しい顔したよかわいそう。違う水族館かわいそうですよ。今絶対覚えてない顔。今覚えてなかったね。覚えてる。いや、めちゃくちゃ何人かで行ったんよ。あー、なるほど。でも、うちはすごい水族館じっくり見たい話、はい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 、でも他の人は興味なくて、うん、すっごい早足で行くのでも、猫ちゃんだけは待ってくれて2人でずっと待ったり見てたの。あー、優しい。いいお話。でも、さくはしかもこの水族館巡るときにこの魚はこういう感じなんやよって教えてくれて。いいやつじゃん。そう、解説してくれて、すごい実りある水族館デートだったな。でもそれ忘れちゃったんだ、ね、忘れてない一生の思い出だわ。やっせ言葉がやっせ。マブダチなんだよな。うっせ悪いよ。魂がこもってないわ。持ってつまれた言い方ティアンディ。続いては未公開プロフィールディ。気になるやつ揃えてますぜ。え、いっちょ上がり。好きな休日の過ごし方は、うん、昼起き、うん、ご飯、うん、エーペックス、うん、昼寝、うん、配信、うん、エーペックス、睡眠、うん、素晴らしくないですか。そんなエーペやってんだ。めっちゃ書いてるんですか。一人でやってますよ、ね。そうなんや。飽きずに最高じゃないですか、このダラダラ生活は。あ、まあ、寝てばっかだもんね休日ならではの。そうだって寝るの好きじゃないですか。いや、好きは、めっちゃ好きや。好きだけどね。だって俺もサラちゃん来ねえから寝てたもん、ずっと。そうね、ずっと寝てた。うん、やったーと思って。本当に寝てたな。1時間ぐらい寝てた。1時間寝ました。元気です。うん、あ、よかったよかった。でもライバーの生活みんなこんなもんだと思ってるんですけどね。こんなもんだね。まあこんなもんだ。まあ確かに。その昼起きて昼寝するな。あ、まあ、昼寝いいっすよね。昼寝気持ちいい。うん、みんなこんな風になるのよ。見てるみんなは。うん、君も23時に帰ろう。昼寝だ。大人間養成所じゃねえんだよ。一つだけ願いを叶えられるなら、うん、英語ペラペラになりたい。いや、まあそうなんすよ、うん、英語今は全然なのよ。 What? 今はそんなに喋れないの。Yes. Oh. Can you speak English? Yeah. Yeah. Ah, thank you. いけてんじゃない。いけてる。おー、センキュー。じゃあ今日ずっとこれで、ね、英語で行こう。あー、うん、あは何も言ってる返すなよ。得意な料理を英語で答えて。 I can make cook. I can made cook. Made cook. 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 Made. Chicken. Chicken. Oh, yeah. 合ってる合ってる。 Chicken. Fish. Yeah. Chicken fish. Chicken. Curry.カリー What? いや、ちょっと難しいですよ。あー、やっぱ無理か。難しいよね。最近運がいいなと思ったこと、はい、外出るとだいたい晴れ。おー、それいいですね。すごい晴れ。素晴らしい。小雨降ってるな
と思って、うんうん、まあ、でも外出なきゃじゃしなと思って外出て、うん、あら晴れてるみたいな、それはいいですね。いいな、雨だるいかな。そう、すごい、なんかもうリゼと一緒に出てどっちが勝つかやってほしい。あ、負ける無理無理。前なんか一緒に出かけた時になんか室内入ってたんじゃよ。で、はいはいはい、何人かで出かけててリゼだけちょっと用事があって先に帰らなきゃいけないってなった瞬間、リゼ出た瞬間土砂降りの雨降ってで、その動画を雨がすごい降ってますって動画が送られてきて、で、うわ、どうしよう帰りってなって全員出たらもう晴れてるっていう。え、能力者同士のバトルじゃん。すごい、ほんまや。お前の雨を晴れにする。すげえ戦ってる。だからめっちゃかっこいい。リゼには勝てんな、わらわ。強いんだ、うん、上手なんだ。上手なんだ。雨雲と一緒に帰っていくのかっこいいな。雨雲引きずれてさ、めっちゃかっこいい。雨雲が帰っていくリゼがあの下にいるんだ。あの下にリゼがいるんだな。最近運がいいなと思ったこと、うん、ゴミ捨ての時に他の住人に会わない。おお、それはラッキー。これめちゃめちゃいいんすよね。ゴミ捨てに行く時もうね、人に会いたくなくて。やっぱ気まずいもんなの。気まずい。おはようございますみたいな、挨拶するかしないかのライン、向こうがしたいかしてほしくないかのラインを探りつつの、おはようございますみたいな、すごい嫌。いや、なんかゴミ捨て場のところからガソガソっと落としたら俺さって避けちゃうもん。あ、そう、そうそう、で、出て行ってから行こうみたいな。そんなに住人に会いたくない。会いたくないね。なんでね。なんか嫌。嫌だ。それは見られてはいけない格好してるから。そんなことはない。そんなことはないんですけど、ポスト漁ってる時に人来たら、やべってなってちょっと急ぎで帰るもん。あ、わかるわかる。どんだけ。わかるわかる。え、嘘、わかりますよね。わかりますわかります。可能な限り同じ住民と一人も会いたくないみたいな。本当に会いたくない。だから今これめっちゃハッピーです、会わないことが。そうなんや。最近ついてるなって思いながら。めっちゃわかる。合ってる。郵便ポストとかもう溜まりすぎて床に置きながら定期的に見ろよ。エレベーター一緒になっても大丈夫なタイプ。あ、全然違う。もう無理だ私。何がダメだ。俺同じ階、エレベーターで同じ階だと、うわ、もう無理。え、それ地獄ですね。わかる。それは地獄です。え、話しちゃうけど、むしろ。ゴミ力高っ。話さなそうな空気感だったら話さないけど、あ、こんにちはって言って、あ、こんにちはって元気な返しされたら普通に話す。なんて言うんすか。え、なんだろう、その時の話かな。なんか子供連れてたら子供にと話したりとか。すごい。いいね。うん、いや、こうあるべきですね。いや、そうですね、これがいいんだろうなと思いつつ、うん、ね、無理です、ね、なんか犯罪者みたいな生き方してるから。そんなことない。ポスターが横に貼ってあってね。いや、おい、バレるみたいな。おい、アンジュ、おい、ヤシロみたいな。やべっつって物音でびっくり。やばい、やましいことは何もないんすけどね。ないけどね。何もないけど嫌だなって。嫌なんだよね、なんか。よかったね、じゃあ。現場をカオスに陥れたアンジュさんのあのお土産、裏では駆け引きがあったとか。そう、アンジュさんが持ってきたのは100ミビーンズ。そう、全員で1個ずつ食べれば十分かと思いきや、リンドウさんの発案でスタッフがチョイスした味を全員追加で食べることに。そんなスタッフとのぎこちない心理戦をご覧ください。プロのやつで、はい、やだよ。どういう意味でおすすめなのかな。いや、何、なんでおすすめなんで。面白さなのかな、美味しさかな、ね、食べたことある味だった。ゲロ。いや、違うんだ。食べたことある味でゲロっていうのも忘れちゃう。じゃあダメだ。ミミクソはもう。いけいけ。え、気づく。絶対知ってる。分かった、じゃあ絶対知ってる味。分かった。いやっすよ。思ってる。思ってるよ。思ってますよ。いや、あのね、スタッフ。鼻くそじゃねえか。攻めていい、攻めていい。やだやだ。俺だって俺これにしたよ。スタッフが勧めてきたこれ。どれどれ。スタッフ信用しました。やだ、そうやん。何回やってきたんすか。やだ、信頼関係があるはず。信頼関係あるでしょ。信頼関係。ほんまっすか。鼻くそじゃないんすね。俺も後悔しないよね。本当に。わかった。どうなのか分かってんだろうな。なんだろう、わらをもらうのは。あとでお金渡すんで、次可愛いのがいいっす。うん、俺、石鹸食った後にゲロとかだったらマジで帰るからね。色怪しい。帰るからね、マジで。分かった、黒胡椒じゃん。なんだろう。あ、そういうことか。鼻水とかかな。黄色ベースで、茶色のやつ。
え、このめっちゃ黒いやつですか？レモンキャンディ。本当ですね。あ、鼻くその色してますよ。本当ですね。鼻くそ今回だもん。結婚するやん。鼻くそって黒いの？え、もうほんまに嫌や。え、だって耳垢とか絶妙に嫌だな。本当に嫌だな。いや、全然嫌ですよ。絶妙じゃないでしょ。さっきこれ食ったことあるっつからね。耳垢とか鼻くそだったら怒るよ。え、これわらは食べたことある？人によってば。鼻くそだ。鼻くそだ。あ、絶対食べたことある。アンジュは？まあ人によってはねえ、もうあ、よかった。でも信じてくださいって言われたんで、じゃあまあ皆さん行き渡りましたね。行き渡りました。そんな2周目の結果は黒胡椒、はい、マイナーマイナー、むかつく、なんで甘がすぎですよ。くそ、すごい、うまい。ねえ、耳と土に返すな。許せなかった一同は佐々木さんに追加で1個食べさせましたが、ちょっとそのまま流すにはあんまりなんで、本編ではカットさせていただきました。さっせん、何味だったのか、結果は何これ、何ですか、何ですか、分からん。嘘やん。これよく味わえたな。そんなにまずかったかな。体勢がないよ。躊躇なく吐き出したしね、今ね、今ね、秒で吐いたね。多分今虹色になってるよ、編集。くたくたになるまで遊んだ Wii スポーツ、実は Wii スポーツリゾートも遊んでいました。 Wii スポーツではテニスとボクシングで体をとにかく動きしまくった4人、超楽しそうだったな。僕も混ざりたかったな。せい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 。ここからは未公開の Wii スポーツリゾート。今回はその中からチャンバラで大盛り上がりした佐々木さんと星川さんの勝負を見せちゃいます。見てる感じも大体つかんだもんね。そうね、なるほど。ガードが大事ってことが分かった。 Wii をしたらガードだな。星川右か、うちこっち、うん、うち、まあ、ボクシングほどやっぱ知能を使う感じかな。そうだね。あ、知能使うんだ。知能使うね。あれ、知能使ったっけ。さあ、いいよ、いいね。スポーツみたいだね、完全に。大きく引いてくれるといいですね。はい、はい、はい、うまい、うまい。あれ、知能使ってなきゃ。チャンバラしてるよ、チャンバラ。あ、チャンバラしてる。え、これこっちの方が正しいじゃん。 B をしてる間、剣が防御の構え。カウンター狙えるからね、カウンター。カウンター狙える。交差するように B を押したまま防御しましょう。交差させると防御できる。逆に打つ側は交差させないようにやる。へぇ、なるほど。あ、難しいかも。1本目構えて。うまい、うまい。サムライスピリッツね。はい。さあ始め。さあ始まりましたね。あー、早い。早いね。星川最強じゃない。見切った。え、いや、これで見たことない画面あったもん今。足からいった。そう、見たことない画面出てきた。何、いや、これ上手いぞ。根こそぎ持ってったの。2本目構えて。す、甘い。早かったな。来い来い、始め。さあ、防御冷静に。来い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 。声を追い込んで耐えてる。お互いに叶えました。冷静にもっとカウンター決めて。さあ、剣が当てるけど、あと一発というところで、あと一発でなかなか決めきれない。さあ、手が当てるようになれないが、さあ、お互いに防御を決めていく。さあ、これおっと、佐々木決めない。さあ、星川逆転したい。いい勝負しますね。星川が追い込んで、星川逆転。星川決めるか。星川追い込まれる。いや、星川決める。星川耐える。星川耐えたい。耐えるか、決める。8秒。さあ、佐々木決めて。何が落ちない。これどういう基準なのか。これ合格ということになりました。すごい耐えたね。3問目覚えて。何が耐えるの。全然落ちんかったな。はじめ。さあ、一発でガード決める佐々木。さあ、連撃。星川の連撃。星川決めれるか。星川が当たった。星川佐々木捉える。星川決めたい。さあ、だが佐々木が打ち飛ばして、勝ったな星川さん。嬉しい。
強いじゃん、この人強い。チャンバラ強くない？チャンバラうまい。やっぱちょっとやってた。やってた。木であんなやってた。これ星川のいるテニス。10年間やってました。10年間これやってたんだ。これがテニスか。自転車の動きだったんだ。緊張が止まらなかったアンジュさん、現場ではよからぬ因縁が生まれていました。緊張してます。私今緊張してます。大丈夫です、大丈夫です。私何でも緊張してます。何でも言ってください。お願いします。収録なんで、収録なんでですね。編集で面白くしてくれますよね。やり直しもできるんで、レギュラーじゃない皆さんもいますしね。うん、マジでそのためにいるんで。よしよしよし、40回目ですよ。プロですね。任せてください。任せます。やりたい。編集ねやってくれるんで。プロフィールトークの前にも大丈夫です、大丈夫です。毎回毎回なんだかんだ心配でも盛り上がるみたいです。大丈夫です。編集とかもあるんでね、お上手な方々が。やめて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 あげて。言うんでしょうから。今病んでるのよ。今病んでるの。つやで病んでる。空もおもろなんねやろな。病んでるんだよ。じゃあやりましょう。はい、切り替え。今回も行くぞ、ファイティングポーズ。1、2、3、ダー。帰る、ボクシングする。なるほど。なんか踏ん張ってるみたいな。ボディーガード。ボディーガード、渋い。しんどいぞ、このポーズ。いっけマリカに寄せるし、なんだ。なんやこれ、なんだ、なんやこれ。バンジーガムっすね。なんで、なんのゲームした。なんでバンジーガム。どっちしたいっけ。これも動いてたら全部撮ってくれてるんですかね。そうですね、今こうやってやってるのを撮るので、なんならあのこうやってる姿未公開の。バンジーガムは未公開になる感じ。バンジーガムになる。気に入っとる。ガムとゴム両方の性質を持つ。はい、大丈夫でございます。うん、なるほど、そんなのよく出る。どうしようかな。じゃあいい感じに。今3つ一連でやったやつどれかできると。え、私これ取られたんですか今。嘘。いいじゃないですか。コンパクトやから。ラストは小ネタ集、ミニミニ大パン。もはやミニではないという噂もありますが、気にせず、Here we go! はい、バーチャルホストのフワ、宮田とわしゃ、さあ、こんばんは、イエイイエイ、よろしくお願いします。なんか酔ってね。おい、内股。おい、露骨すぎるだろ。急に不自然すぎだろ。やべえやつ。おい。L。L。こうしよう。ミニミニと言ったらやめろ。インディオブジョイト。インディオブジョイトやめろマジで。90年代のあれですね、 FX 系のアーティストにしよう。確かにユニットがある。ユニットがある。長いなセリフ。頑張れ頑張れ。ダンスもやるやつね。噛んじゃうよ。ダンス&ボーカルインそう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 。え、ねえカメラ見て、かわいい。ドアップや。あれ、そうだ、近くない。かわいい。何時ですか。これスライス打てるからな。せーの。エアキー。何やあれ。何や、何しとるやん、あいつら。ひょ、ミス開いてる。今開いてなくて。閉めんな閉めんな、はい、店閉めんな。最初はちょっと一回。あ、すいません。そんな避け方あります。後ろに飛んでて。
気にさせられた。忠実だな。マジで2週間なんすか。え、うん。それ以上にくれると思ってたのに。怖っ。いや、俺も2週間難しいっすよ。そうなんだ。だってさ、あの1週間お水で生活しろって言われてるのと一緒な気持ち。お茶とかジュースじゃなくて。別にいけるけど。やめって言われたらできる。価値観の相違。価値観の相違。ここで、私はどうすればいいんだ。じゃん。ここはテロップで出すんで、トークが来るんですけど、アンジュさんのストレス解消法。ちょっと待って、ジョジョ感なくなってる。違う、ダサい。はちゃんとこだわってたんだ。こだわってました。全身映らんやで。あ、これだ。はい、確かに全身映らんわ。この足完璧なんだけどな。これ、同じ…どうやって回りました。眠くねー。寿司三昧っつって。なんかどうしても寿司、回転寿司屋がオープンしてしまう。待って、ダンサー、あ、なるほど。いや、でもきっとこれでいける。こう、おお、いや、きれいきれい、行きましょう。オーケーです。アンジュさん、現場ではずっとそわそわしていたと AD さんから密告が。まあそうなるわな。どうも、ナレーターのシェリンです。裏話をということなんですけども、もう尽きたので僕の普段の収録時間の話をさせていただきますが、だいたい1本あたり3時間から5時間かかっております。アドリブ込みで楽しいです。